ように本当に嬉しく思っております。ブラジャーは外した方がいいんじゃない？どう？そうだね、うん、すごいさ胸がボンってなって、うん、ここに帯が来るとつけた感じになっちゃう。おばちゃんみたいにこう振り上がりますキュッてやってもいい？うん、大丈夫？今年初浴衣？あ、今年そうかも、うん、え、前にも来たの？うん、結構毎年着てるし、観光地で着物レンタルとかも結構するけど、本当今年は初めて。サングラスにマスクに浴衣まだメイクしてないの？あ、すごい行動的。上手、慣れてるね普段車椅子の方に置き付けとかされることあります？初めて、初めて挑戦してます、大丈夫、見た目上手にやるの得意だからそれが一番大事よね、うん、でも浴衣は自分で着付けするんだけど、はい、花火大会の時とか、でも多分立って自分でやるよりも、うん、車椅子の方が見えないとこいっぱいだから、うん、表情綺麗だから大丈夫器用ねすごいね、偉いね、うん、でも着物はできないけどね、うん、浴衣ぐらいだったら軽いからね、一枚で済むからね。そうそう、帯はそれ自分で選んだの？そう、4色あって、みんな色違うんだけど、選んでもいいですかって言ったら、いいよって言って一番最初にね、フィッティングだったの、その浴衣これ作るのにサイズ合わせ、だから4色から選んだ赤にしたんだね。そう、肉球遊んで入れてほしいよ。車椅子でも可愛い帯って難しいですね、うん、大丈夫よ、はい、私に捕まって、あったかいね、手がかわいい、仕上がりました。かわいい、かわいいけど見えないね、はい、こんな感じです。どうぞこちらに。ちょっと途中の状態ですけど、さっき食べました。気に入らなかった？気に入らないよ。寝てる。あ、寝てんの？ほんと、おはよう、帯こんな感じ。かわいい、かわいい、ね、あ、いいですか？おリボン風にね、うん、かわいい、はい、ありがとう、はい、よろしいでしょうか？ありがとうございます、はい、大丈夫ね、嬉しくないよね。全然大丈夫です、うん、お紐は全部下に落としとけば楽だからね、うん、はい、ありがとうございます。着付けも無事終わって今からヘアメイクに向かっています。どこを見る？もうちょっとまっすぐです。みゆちゃん、ストップストップストップ、このビルです、88ビルここ、はい、エレベーターお願いします。よろしくお願いします。メイクの会場に到着しました。とりあえずメイクします。はい、こっちとこっちがいい、こっちどっちがいい、こっちだと多分こうジグザグにやってこう編んでる感じで、で編んで少しこうつまむ感じで、多分ね、じゃあこっちでちょっとその前から若干ちょっとこうボリュームがあるような感じで、うん、しましょうか、はい、はい、だいぶ髪の毛もできてきましたね。お、髪型仕上がりましたか？まだだよ。まだだよ。まだだよ。まもなく。もうちょっと。
みえちゃん髪の毛仕上がりましたか？バリー。あ、いい感じ。メイクも完成？おしまい。はい、お疲れ様です。本番会場そろそろ移動ですね。外暑そうだけど。暑そう。ね、頑張って歩きましょう。メイクもすでに寄れそうだよ。この暑さで、すぐ。イベント会場まで結構距離がありますね。ある。お化粧大丈夫ですか？いや、とかは大丈夫そう。めちゃくちゃいい天気ですからね。ここから噴水広場へ向かいます。はい、ちょっと遠い。歩く。ここが今日のステージですよ。かわいいね。屋根があってよかった。かわいい。でもさ、狭いさ、日光当たっとるからさ前、あんだけ前立たんけいかんかな。本番まであと30分近づいてきました。ご飯乾杯。みーちゃん、何喋るか決めました？決めてない。決めてない。どっちが本番ですの？どうしよう。どっちがやりやすい？ちょっと考えたいけど、何も思いつかないの。自己 PR？いや、なんかアンバサダー就任で、うん、私の名前言われてちょっと PR が逆に言われるの、うん、だからその後に意気込み言わなきゃいけない。意気込みね。なんか来た。どうして？これの参考例です。どうやったら綺麗な形になるんだろう。すごい悩むな。しかも結構ちょっと固めというかしっかりしたの好きやから。そうなんですよね。だからこの上で合わせるとアンバサダーの文字がくちゃってなっちゃう。もしくは分かりました。ちょっとダーの伸び棒が短め。多分これでもうここからは動かない。多分前をピッて引っ張ってもらえればこの文字は綺麗に。はい、はい。みえちゃん、はい、本番2分前です。2分前。そう、喋ること考えましたか？決めてない。どうしよう。ね、すごいちゃんと練習してる。そう、ね、練習ちょっと喋ってこないかもしれないの。この度アンバサダーにご就任されましたのは二宮芽衣さん、小山玲子さん、ニャラマンさん、そして芦原美優さん、以上4名の皆様です。今日はとっても可愛らしい装いで皆様お揃いの浴衣でご登壇いただいております。はい、ありがとうございます。芦原美優さんをご紹介させていただきます。芦原さんは NHK の番組内で行われたファッションショーをきっかけにテレビ、CM、ラジオ、グラビア、講演会などモデルやタレントとして幅広くご活躍されています。それではお話をお伺いしたいと思います。芦原さん、この度はご就任おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、芦原美優です。本当に暑いですね。暑いですね。はい、ですね、私もこういった上野観光連盟というアンバサダーに就任させていただいたことに本当に嬉しく思っております。続いて芦原美優さん、前をお願いいたします。芦原美優様、以下同文です。どうぞよろしくお願いいたします。写真がまだうまく撮れなかった方、はい、ありがとうございます。では皆様、右手のカメラお願いいたします。ぜひこの後もごゆっくりとお楽しみください。お疲れ様。まだ1分経過予定ということですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
一周してきます。ぐるぐる回って、アンバサダー頑張って。ありがとうございます。レモンスカッシュってさ、ジュース？レモンスカッシュは炭酸入ってるよ。ジュース？ジュース。お酒ではないです。どうしようかな。餃子と牛タン串と、あれ、辛いやつと。餃子と牛タン串とヤンニョムチキン。レモンスカッシュ。はい。今日の牛タン。牛タン。はい。1000円になります。缶の元。缶の元。缶の元だって。はい。ありがとうございます。はい。次は何食べますか。ごめんなさい。すごい家みたいな。自家製ですから。そういうこと。そういうこと。すごい。よかったらステッカー持ってってください。ステッカー。はい。ありがとうございます。じゃあありがとう。すっかりと暗くなってしまいましたけれども、他の仕事があったからね、あの後。忙しい一日でしたね。これからアンバサダー頑張ってくださいね。頑張ります。1年間。はい。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。